どうもこんにちは、太郎です。今回もゴーストマリッジの続きをやっていきたいと思います。花の向こうに望む条件ですね。学園長がこれからね、生徒を集めていって、まあ何かしていこうみたいな感じがするんですけど、何なんでしょうね。ちょっと楽しみです。行きましょう。購買部ま、え？てかさ、俺知らんかった。購買部こんな感じだったんだ。外。揃いましたね。トレイ君と、ジャック君。ジェイド、フロイド、そしてキングスカラー、シェーンハイ、ギグボルト。ゴーストに追われて困ってたんだ。みんなここに避難してたんだな。これが選抜メンバーでしょうか。合流できて助かりました。この7人が一体何だっていうの。このメンバーで花嫁ゴーストに求婚してもらいます。あ、マジでやっぱそうなんだ。どういうことだよ。学園長から見た、あれかな、身長かな、これ。ちょっと待ってください、リドル君だ。副寮長のトレイを作戦に飲ませて、寮長の僕が見ているだけだなんて職務放棄だ。かっこいいね。学園長、僕も行きます。ローズハート君はダメです。なんでだ。え、ここに集めた7人の共通点、それは180センチ超えの高身長男子。じゃあ僕もダメですね。180ねえわ。辛い。それはつまり、僕の背が低いと言いたいのか。怒ってるよ、リドル君。金魚ちゃん、身長足りなくて残念だったね。俺のおひれの分、分けてあげようか。結構だ。結婚相手を身長で選ぶ？身長さえ高ければ、フロイドのようにふざけたやつでもいいというのか？どうかしてるとしか思えない。めっちゃ怒ってる、リドル君。まあまあ、リドル、身長なんて個性の一つだよ。そんなことは僕もわかっているよ。そうそう。金魚ちゃんは小さくていいんだって。え？なんだ？消えちゃった？なんでなんで？高くて見えなくなっちゃったみたいな。は？なんなんだい？フロイ。あ、いたいた。首跳ねられるぞ、フロイド、マジで。怒った。うぎー。トレイがめっちゃ焦ってるから後であのトレイ言うだろうね、フロイド、ちょっとフロイド来てくれみたいな、あのリドルをあんまり怒らせないでくれってマジのお願いしていきそう。花嫁ゴーストはずっと理想の相手を探し続けてきた。妥協しない性格です。彼女が花婿に望む条件は、目、鼻、タッチから体格まで多岐にわたりますが、ほとんどが定義としては曖昧です。そんな中、唯一はっきりとしているのは、80センチ以上の高身長という数値。ローズハート君の熱意は変えますが、作戦成功のためです。今回は耐えてください。身長が条件なら、悪いですが、本当だよね。確かに、マリウスは名実ともに真の王子。あいつならプロポーズを成功させるじゃろう。そうであったとしても、茨の谷の時期を、どこぞのゴーストなどに求婚させるわけにはいかぬ。ダメだった。家柄的にダメだった。求婚したという事実だけで、国際問題になりかねん。マジで。
なんかディアソムニアリオさ、一体何なんだ？すげえ謎なんだけど。若様の身代わりになれるとは光栄の至り。セベク、頑張れよ。偉そうなこと言ってるが、マリオスが選ばれるとは限らねえだろう。マリオス様は希代の美丈夫花婿に選ばれるに決まってるだろう。貴様らなど足元にも及ばん。レオナがはっ言ってくれるじゃねえか。まあ、火がついちゃってますね。レオナ、ビルもビルはさ、結構美意識高いしさ、いけるって思ってるんだよ。マリオスなんて必要ねえ、この俺がやってやるさ。お、マジでフェアリー柄に続いてレオナもやっちゃう。頑張るか。他のやつには無理でも私は成功させてみせる。オペレーションプロポーズをこいつら欲張りだな、マジで。前回のイベントでも大活躍だったのに。うんうん、寮長が2人もやる気になってくれて何よりです。よかったね、本当に。僕たちは作戦の進行状況を守るね。いやー、頑張れ頑張れみんな。エペル君もそう思うだろう。え、そうですね。プロポーズとか愛の言葉とか全部甘とろしいこと、僕だったらそっとするけど、ビルさんならやれると思います。あ、小声で結構毒吐くタイプか、アペル。いいね。ビル、君の美貌が輝く瞬間をみんなで見ているからね。うん、大食堂だ。一方その頃、ねえ、夢たち。今日はなんて素敵な日なのかしら。待った、隣にいるさ、なんか炎みたいなやつめっちゃ可愛くない？なんだこれ。可愛い、なんか。こんなにいい気分は生きてきた頃以来よ。だって私、ついに。イデアがもう生きてるけど死んだみたいな顔になってるから、これやべえな。誰か助けてもう新刊どころじゃなくなってるな。続く。勝手に話進めてますけど、解放ですね。行きましょう、エピソード8。やる気になってるレオナさん連れて行くわ。突然ゴーストに取り囲まれて、縄でぐるぐるに縛り上げられ、挙句強制結婚？しかも死ぬんだよ、イデア。このままだったら。知らないと思うけど。学生結婚する気なんてないよ。結構真面目にさ、将来のこと考えてそうだもんね。楽しそうに飛び跳ねてるわ。ついに理想の殿方が。バーや、年取りすぎてもうわけわからんわ、これ本当に。理想の王子様と結婚するのは、幼少からの姫様の夢でございました。何年越しだ、これ。まさかその夢を命と共に奪われるとは、運命とは何ともむごいものか。ああ、あの時、このバーやがもっと、姫様のお部屋にたどり着けていれば。何があったんだろうね。もうバーやったら、昔の話？過去のことで、そんなに落ち込まないでよ。悲しいことも苦しいことも、イデアさんに出会うために必要なことだったんだから。お姫様、なんともけなげでいらっしゃる。勝手に話進めてますけど、
拙者にお断りしますする権利は？お断りしますはお断りしますだよこれ。うるさいやつめ。もうダメだ。喜ぶ？拒否権も与えられず、ゴーストと結婚させられそうになってるんだが。これ小説書けそうだな。新刊買いに行ったらゴーストに求婚されたんだがみたいな転生ものだなこれ。お前にはわかるまい。あの天真爛漫な姫様と永遠に一緒にいられることが一体どれだけ幸せなことか。おめごとチャビイデア様に意地悪しちゃダメよ。だって私の旦那様になる方なんだから。はい、申し訳ございません。お、ジーヤあった。もうジーヤとバーヤの見あの見極めができない、見すぎて年取りすぎて、もうジーヤなのかバーヤなのか。あ、隣の言霊ちゃんかな、あれ炎もなんか目開けてて可愛い。門番より報告は、姫様への求婚者が多数押し寄せて参ったとのこと。求婚者？はい、みんなイデアどもと同じナイトレインブンカレッジの生徒のようです。なんかよくわからんが、これは解放されるチャンス。ヒヒヒ、ナイトレインブンカレッジの生徒はみんな高スペックですぞ。イデアめっちゃ悪い顔なってんな。金持ち陽キャ、俺様可愛い系、意識高い系、よりどりみどり。きっと拙者よりずっといい花婿が期待してるね。大丈夫よイデア様、どんな相手が来たってちゃんとお断りしてくるわ。こっちはその気ないさそうだけど大丈夫？全然人の話聞いてない。姫様への求婚者が一度に7人もやってくるとは。お、ビル来たね。この僕こそ誰よりも花婿にふさわしい男だ。ジャック、僕？ジャックなんかこういうの苦手そうだな。きっと彼女も僕のことを好きになるよ。だからお姫様に会わせてくれないか。変わってんぞ。キャラ変えてきた。作戦じゃないこれ、ビルの。僕はモデルとあると同時にプロの俳優だ。状況に合わせていくつもの顔を使い分けることができる。相手は王子様を望みなんだ。クライアントのご要望に応えてこそのプロさ。ビル先輩、あんた好きでもねえ相手をふわっつらだけで騙すつもりなんすか。これでもさ、結婚詐欺だよね。言ったらあれだけど、恋愛っていうのはもっと真剣なもんだと思います。ジャックはマジでピュア。なーに、ウニちゃん語るじゃん。フロイドどんな感じでさ、プロポーズするんだろうね。俺はただ詐欺みたいな真似は気が乗らねえっていうか。甘いねジャックくん。ジャックくん？めちゃめちゃ反応いいな、ジャック。これは勝負だ。7人の中で誰が最も悩みや心を魅了できるかというね。そして僕はどんな勝負にも手を抜かない。ただそれだけのことさ。気持ち悪い。いつもの方がまだマシだぜ。レオナくん。さては僕に負けるの怖いんだね。あとよ。乗るな乗るな、レオナ。おいゴースト、わざわざ来てやったんだ。さっさと姫を連れてこい。俺様だ。姫に対してなんて口の利き方だ。どこの馬の骨とも分からぬから信用できない。どうしても姫に求婚したいと言うならば、
その実力を示してみろ。戦闘か。行きましょう。すぐに終わらせてやる。力と牙以外に戦う術はある。頭を使えってか。やる気になってるレオナさん使いたいせいなるべく。おお、ちょっと相手は火属性か。はいはい、レオナ、レオナ、いいぞ今最もやる気になってるとこレオナ。楽しもうぞ。くらえ。こいつは、こいつはしぶといな。2段目無属性ですね。しょうがねえな。あ、エース君2段目だな。エペル、エース。しょうがねえな。頑張れ。先手一勝。目が覚めた。攻撃モーションかっこよくない？しぶといな。痛い痛い。上等だってな。オッケー。シェアリーガルの時のレオナさん、俺に勝てると思った。連れてこなきゃいけないな、マジで。ストーリークリア。はい、じゃあもう一話いきましょう。姫様への謁見、楽しみだな。思ったよりやるではないか。姫様に求婚したいという真剣な気持ちが伝わってきたぞ。姫様への謁見を許す。ボールがいい。やった。あなたたちが私と結婚したいという方々、出てきた。あいつがイデア先輩をさらった、あやめゴーストか。せっかく求婚しに来てくれたのにごめんなさいもう振られてるけど大丈夫か。私にはもうイデア様という将来を誓い合った相手がいるの。隣の炎も可愛いな。彼は背が高くてスラッとしてて綺麗な肌で顔が凛々しくて、でも私だけにはチャーミングな笑顔を見せてくれて、生命力たっぷりの髪の毛がランランとしていて、見たこともないような綺麗な色の唇をしていて、とってもかっこいい完璧な方なのよ。全然イデアにはたまらないとも微妙に言い切れないあなた方の気持ちは嬉しいけど、素敵なエデア様と比べてしまうと。お真剣だこの二人。羨ましいなマジで。あのお化け、お二人とも完全に目的を忘れていますね。お、しょうがないわね。そんなに言うなら、あなた方が私の花婿にふさわしい理想の王子様かどうか試しましょう。じゃあまずはワイルドだけど耳がキュートなあなたから。お、マジでうまくいっちゃうんじゃないこれ。俺だな。俺はレオナ・キングスカラーだ。どんな試練だろうと関係ねえ。俺を選ばせてやれ。5本俺様系だよ。私きっと待ってたの歌かこれ。あ、そうよ、ずっと待ってたの。ハテナだね。なんだろう。優しく微笑むあなた。どうした？ってなってるレオナ。
なんでこいつ突然歌い出したんだ？さまよいすぎておかしくなったのか？却下！マジか！バッチーン！ビンタ？なんだ？突然ゴーストが平手打ちをかましたぞ？信じられない。キミが歌ってるのに。デュエットしてくれないなんて、そんな試練だったのか。あなたなんか全然王子様じゃないわ。で、本物の王子なのに。次、金色の髪が素敵なあなた。いや、僕の名前はユル・シェーンハイトだ。それじゃあ5本。お、歌を歌い始めたよ。これはデュエットしなくては。ナイスだ、ビル。きっと呼んでる。なんかさ、ディズニーのアナ雪の最初のデュエットみたいな、ああいう感じでしょうか。待ってたの。不思議なこと言っていい？みたいなさ。そうさ、きっと呼んでる。これ完璧なんじゃない？ビルが持っていくか？あなた。何？ゴーストのわけのわからない歌についていっている？セベクの時は歌じゃなくてよかったね。しかも、ハモリまで完璧ですね。いつまでも、君とこうして歌っていられるよ。だって、君に僕のことを好きになってもらいたいから。素敵だわ。完璧じゃん。それじゃあ、あなたが飼っている犬のお名前は？犬？なぜだ？犬なんて飼ってるわけ。却下！バッチーン！いたー。信じられない。私の顔にどれだけの価値があると思ってるの？戻ったね。ベタちゃん先輩もリンタされてんじゃん。あ、ベタちゃんなんだ、あだ名。口笛一つでピンチに駆けつける。大きな犬を飼っていないなら、王子様じゃないわ。すごく偏った王子様像だな。う、二人とも固まってどうした？ねえ、ビンタめっちゃ面白かったけどな。動けない！なんで？呪い？何が起こったんでしょうね。ゴーストマリッチめっちゃおもろいな。他の5人もさ、ビンタされていくんだろうか。ちょっと楽しみです。で、今回はこれで終わりにしたいと思います。良ければチャンネル登録、高評価、Twitter フォローお願いします。続きがめっちゃ気になりますね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。